今日の北陸や北日本、特に日本海側については天気は下り坂です。午後にかけては雪や雨の範囲が拡大をする見込みです。まず現在の様子をご覧いただきますと、今はまだその日本海側各地晴れているところも多くなっております。北海道で一部雪が降っているといった程度なんですけれども、この後天気崩れていく見込みです。その原因、こちら天気図でご覧いただきますと、日本海に一つ低気圧が発生をしました。この低気圧、夜にかけて東北の北部のあたりに向かって進んでいく見込みです。低気圧の近くにあたる北陸から北の日本海側を中心に雪や雨のエリアが拡大をします。その様子、降水エリアご覧いただきますと、まず最初このライン状の雲、これが早ければ朝のうちに北陸地方にかかる見込みでして、地震の揺れが強かった能登半島を中心に土砂災害には念のため注意が必要となります。午後にかけてはこのまとまった雲、東北の日本海側に接近をしていきます。またこれとは別に北海道の方にも雪雲がだんだんとかかりやすくなる見込みです。大気の状態不安定でして、東北中心に北陸にかけても雷を伴って強く降る可能性があります。今日はこちら東北の沿岸部では雨の降るところがあります。内陸部は湿った雪となって量も増えてくる可能性があります。強い雪や雨、また落雷などにも十分お気をつけください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。